1977年の札内駅と周囲約1キロメートル範囲。右下が根室方面。国土交通省国土地理院地図、空中写真閲覧サービスの空中写真をもとに、作成札内駅は北海道中川郡幕別町札内中央町にある北海道旅客鉄道根室本線の駅である。駅番号は K32。電報略号は佐奈。 この地を流れている、札内側が一定の川底がなく、水が増すごとに流れを変え、水が減ずると一体が河原となることにより、アイヌ語の幼いから転じた、山内によるもの、相対式ホーム2面2線を有する地上駅、ホーム中央に校内踏切がある。2線とも上下列車が使用可能となっているが、本線は駅舎と反対側の2番線となっており、 特急等の通過列車は上下とも2番線を通過し、普通列車は原則上下とも1番線に停車する。駅舎は駅構内の北側にある、帯広駅管理の業務委託駅、緑の窓口設置。かつては駅舎東側に貨物ホームがあったが、1982年9月に廃止された。また、駅の東にあった大京石油の輸送所や岩谷産業の LPG センターへの専用線もあったが、1992年4月までにすべて廃止された。1日の平均乗降人員は以下の通りである。大きな農業倉庫が付近にあるなど農業が栄えている町である。幕別町の一大集落だが、むしろ距離的に近い帯広の新興住宅街としての位置づけが大きい。ありがとうございます。